ヘルダル、決着の時だ。苦しみと共に生きねばならぬ世界、全てのものはこれからの解放を望んでいるのは明白。何故それに抗う、どうしよう。確かにお前の目指す世界では苦しみから逃れられるかもしれないけど、やっぱ違うと思う。僕らは苦しみから目を背けたくない。辛いことがあるから楽しいことを実感できるのですわ。だね、私らは生きてるって感じたいんだ。苦しみに抗うことでのみ得られる安寧、そんなものを世界が享受するはずもあるまい。別に逃げるのが悪いってわけじゃないわ。俺らがそうしねえってだけぜ。わしは自然の摂理を語っているのだ。摂理に従うのが生きることだっていうのか。無論のことよ。違う、それは死んでないだけだ。それがどれだけ苦しいことかお前は知ってるはずだ。最後にもう一度問う、同志スレイ、わしにくだれ。断る。最下の剣士と同志、やはり世の国脈ということか。だがわしは白とは返事ぬ。俺も黒にはならない。行くぞみんな。まずはマウテラスの力を引き出させるんだ。そうしなければつながりを見出せません。了解。猫まんまだけじゃなさそうね。そうなる、誰ごとをか。その余裕どこから。お前には一生わからない。親だけは捨てられぬか。いかに成長しようとそれが貴様の限界よ。スレイ、ジージ、何だって。黒にならぬと言ったな。今お前に湧き出ている感情はどうだ。取り込みやがったのか。スレイ下がり、スレイ、ライラ、浄化すればジージは助かるんだろう。ライラ、ジージ、愛する子を傷つける苦悩、伝わるか。ヘルダルフ、さあ救ってやるがよい。行くぞ。来い、ジージ、ジージ、なんと苦烈だ。とにかく一度ぶっ飛ばす。話はそれか。それもなさそうね。ああ、手をこまねいてたらやられちまう。うん、鏡町を今日のつながりを断つ方法を得たのだ。それを行えばよいではないか。何か企んでるとは思ってたが、ただ一つ示されてるようにも立場あるよ。余裕かげ、親を救うためには仲間を犠牲にせねばならん。だがここでその手を使うぞ、わしを撃て。さあどうする、どうする。ユタルク、お前は来い。爽快の集中力が高い。闇に潰るな。かけろ、幕は立てろ。眠りを切り開く。幕は託人、幕は渦し術に弱い。術で攻めよ。アローレイ、幕は託人、狙い撃つ。すごい、一度
お下がりください。幕はアギス、幕は達人、幕は渦潮。モゼ、来い。幕はアギス、幕は達人。モゼ下がって。龍が撃つ、幕は達人、幕は渦潮。憎んでもいい。今だけは私に任せて。ロゼ、きっと何か方法がある。自らの家族だけは失いたくない。大した覚悟だ。ふざけんな。おじいちゃんのミューズって人も本当だったら犠牲になる必要なんてない。全部あんたのせいでしょ。そう、自ら愚かな選択をして落ちたわけじゃないのに。私が何とかする。そう決めたんだから。重視の出る幕ではない。それ、これはこれだけは俺がやらなきゃいけない。ありがとう、ロゼ。本当に。スレイさん、バカ。スレイ。下がってて、みんな。君一人に背負わせない。貴様らは誰も救えん。ルズローシブレレイ。スレイヤー。あの子のだからこそ、このバカも分かっておるよ。全ては自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯。じいじ、この痛み忘れない。Yeah.
自らの手を怪我し涙してまでも抗うのか。よかろう、真の孤独をくれてやる。魔を照らす。力の前ではな。もうお互い引けない。消えたらこれまでのことを否定することになる。そうだろヘルダルフ。コアッパがわしを語るか。肩腹痛い。サポートお願い。触れるがいい。火の痛よい。失礼、僕らの策はその性質上4回切りだ。ハムインによる最大の攻撃で打ち込んでください。外さねえよ。ひるんだ時に撃て。いいな。慎重かつ大胆できる。サポート任せて。やってやろう。スレイ。はあ。くれよ。ロゼ。何度もごめん。キル。それ。ストップ。フルセル。マウア王様、ゲメロイヤルスを見立て。マウア王様となるか。こいつを触れるがいい。マウア王様、見立て。触れるがいい。消え去れ。マウア王様となるか。見たれること。ひとともに眠れ。どれ。しながら何の功も損しておらん。イグジニオ、俺たちは信じた答え、信じてくれた道を貫く。狙い撃つ。マイティアスターター。幕は映しよう。駆けろ。駆けろ。湧き上がれ。幕は映しよう。狙い撃つ。湧き上がれ。幕は映しよう。どいた。風よ、駆けよう。貫き風よ。もちろん自由け。臨時すぎ。空空風よ。湧き上がれ。道を切り開く。駆けろ。幕は達人。それ、駆けろ。幕は達人。立ち抜く。総天烈戦タローレイン。湧き上がれ。道を切り開く。青の四連。幕は達人。幕は映しよう。それ、うがつはアギ。幕は達人。道を切り開く。幕は達人。道を切り開く。あの幕は絶望の不調。我はレードを進む。暗示は国民の破壊。道を切り開く。この我は狙い撃つ。幕は達人。幕は映しよう。今だって。ゲメダルフ、そう語るレードの執行。僕がこれで幕は撃つ。無駄だ。またみんな戦ってる。そうだよ。あんた、それが分かんないの。現実を受け入れられんのか、愚か者ども。燃える氷、手に乗せる。あ
焼き切る。鉄の一戦、火の一戦、焼き切る。鉄の一戦、火の一戦、サポートお願い。ベニの衝撃、激撃、激炎。やっかれ、果ての影を余裕。ベニの衝撃、火の一戦、果ての。こやり、焼き切る。鉄の一戦、火の一戦。恒例蹂躙おどろく。ハグは縁だ。どうせのためだけど。ギルソレ取り去る。鉄の一戦。ダビだ。ギルソレ友人少年。焼き切る。主の神殿。ベニの衝撃。ナイキだ。焼き切る。ベニの衝撃。ギルソレ敵人。ギルソレ敵人。ギルソレ敵人。ここも人数。グリーンスワーム。一点突破。鉄の一戦、激撃、激撃。貴様好き、弱点を守りやがと。違いの信念。鉄の一戦、激撃、激撃。霧の浜。我は死ぬ。余裕超え、ベニの衝撃、激撃、激撃。絶望の口。純弱、弱点。鉄の一戦、激撃、激撃。怖い、怖い。命が惜しくないと見える。今さらでしょ。覚悟なんてとっくに完了。何でだ。マイキル許され。ロザ重くない。いてよ。いかがだ。ガンセン。それ見えぬ。ユーマが翼を切り崩す。松田。ダナリア。
はや語るまい。行くぞ。侮っていいぬ。たあ、蹴散らす。炎よ燃え。炎よ燃え。天狼派。ぬいは。は。ぬいは。水の刃。火竜エッグ。熱波扇風機。侮っていたようだが。行くぞ。火竜エッグ。あ、下がれ。ぬいは。は。ぬいは。炎よ踊れ。断ち切れ。炎よ燃え上がれ。ぬ。危ねえ。焼き払う。ぬいは。炎よ踊れ。先陣連撃。ちゃん。焼き払う。炎よ踊れ。侮っていた。ぬいは。侮って、ぬいは。じゃあ、炎よ踊れ。侮っていた、ぬいは。じゃあ、侮っていたようだな。じゃあ、ぬ、巻き上がれ。一刀両断。ぬ。じゃあ、水殺す。ぬいは。うなれ旋風。火竜炎舞。ぬ。まだだ。ぬ。こっちだ。地流連打弾。一刀両断。ぬいは蹴散らす弾空剣炎よ燃え上がれぬいはたあ炎よ踊れ地の連打弾瞬間連撃ぬいはぬいはそれぬは炎よ踊れ KK 塔三九九九，谢谢三九九九。これが、まさか、俺の全てだ！
を照らす。この時代は終わらん。この剣をわしに突き立てた時、新たな最下の剣手が生まれるのだ。やれ、その時貴様は理解するだろう。ありがとう。
这输了。马场，结束了。好的，结局呢，就是我们史雷牺牲自己啊，然后照耀大地，然后我们神选之人不用背负导师的宿命，也不用牺牲自己，到最后笑一笑，有没有代价啊？而且在 DLC 他还是会出现哦，哦，太爽了。明明结尾会有一大堆阿里侠，游戏过程之中都没有。啊，这一代啊，这一代的话嘛，其实还行啊。满分十分的话，大概还可以有个六，五分好了，就五分，就还行啊。哎，三 Q 九五二七，谢谢九五二七。菜，好，谢谢菜，还行啊。G 八七七三六九五四，干
干你娘，还我莱拉 Q A Q。莱拉在 DLC 也会出现，你紧那个屁、啊！好不好？他的美术不错，角色个性的塑造不错，然后音乐不错，画面也蛮漂亮的。世界观还可以，神医系统还蛮好玩的，就这样，五分，谢谢大家，没了。看个结尾动画，剧情哦，剧情零碎没办法评啊。剧情满分十分的话，剧情最多给个三分啊，因为它零零碎碎的。哎 ，G 八七七三，谢谢三六零。还会出现吗？太好了，谢大哥啾咪。出现了，之后的导师。K 零七七六三六九六七，阿尔里嘎多高斯，这个就是在死雷之后的导师，大家帮助导师来让世界和平。哎，上面放了两把武器，看起来是 Loze 的 ，Loze 大概到最后也死了吧？就是放一个莫名其妙的结尾。我在音乐蛮好听的，有很多我很喜欢的音乐。我觉得这一代最大的败笔就是战斗视角，还有零碎的剧情。看，这比那个，比那个《潜龙谍影五》的剧情还要零碎。哇！冲天龙卷风，嘿嘿。而且有在传说下一款的时空幻境会是这一代的续作，虽然标题不一样啊，可是世界观可能用同一个，大概吧。又放一个动画，长得很像下一代的女主角。下一代的主角就一个人，女性。哦，长得不像，这个看起来像阿丽夏。不是欸，这谁啊？这是米克里欧吗？欸，是米克里欧欸。你在冲啥小？米克里欧一个人在
造访世界各地的遗迹，实现他们年轻时的梦想。死雷又复活了，迈向导师结局。幻气天享术的钥匙，非常恭喜您通关。接下来将可以保存通关资料，载入通关资料之后，可以从最终决战前继续游玩。另外，标题画面增加的 EX New Game 的选项，只要选择 EX New Game 就能继承通关资料并重新开始游戏。结束啦。通关记录档是不是？拿了这把钥匙呢，就可以到哪个地方我忘记了，开启隐藏迷宫啊！隐藏迷宫呢会有历代的角色乱入，谢谢大家。我们还有很多很多小剧场可以看，不急不急。我其实就这样啦，破啦。好的，一切都结束了。不过没关系，我们要阿丽莎的 DLC 可以玩。大家看不到死累了，不过有阿丽莎，没有办法使用神医技能，然后旁边会有一个神选之人在你旁边哀叫，然后会有重点画面，哈哈哈哈哈哈！我现在实况呢，就是从那边开始啦。谢谢大家，我们阿丽莎章节可以玩。不过可以看得出来，制作人那个时候是想要做一连串的 DLC 来补完后面的剧情，不然就出一个什么什么《热情传奇二》的之类的狗屁东西啊。不过我们并不想理他，干你娘！哎，破完了之后再玩个阿丽莎。好了，谢谢大家。全破了，剩下一些零零碎碎的东西，我再慢慢玩，就这样。感谢各位今天收看，再见。